1番の菅原が後方、さあ切り込んできた7番手落合が番手に来ました。落合豊が番手で3番吉武との争いになっていくか。後ろからは1番の菅原もチャンスを狙っていますけれども、残り1周を切ります。先行5番は坂本俊也、後ろからは1番菅原来まして、菅原が叩いてきまして、5番の坂本も応戦するんですが、もがき合っている坂本俊也と1番の菅原陽介もがき合って、最終2コーナー通過、まだ踏み合っています。最終バックを通過、ここは外から1番の菅原が前に出ていくか。内側地元5番の坂本も応戦するんですが、まだもがき合っている、前踏み勝ったか。5番の坂本俊也先頭を振り切るか。1番の菅原追ってくる、4番の桂馬、3番の吉武、最後は4番の桂馬が追い込んでゴール、そして2番長谷川、3番の吉武。7番の渡辺正人が一旦5番手からもう一度足を使っていくという感じなんですが、現在5番手で打賞ジャンを聞きました。前からは3番の千原博之、千原が逃げていくようです。後ろは1番の吉田英二がつけて、5番は北沢育夫、残り1周を切ります。さあ後ろからは7番の渡辺正人がまくり上げていくでしょうか。最終の2コーナー手前、人気の北日本勢がまくってきました。逃げる3番の千原博之、1番の吉田がマーク、さあ後ろからは7番の渡辺が迫ってきますけども、前も粘る3番の千原、さあ番手絶好になった1番手吉田英二、ちょっと7番の渡辺苦しいでしょうか。前踏ん張っている3番の千原、1番吉田、直線コース3番の千原が先頭を粘り込んで逃げ切って合輪、あとは5番手の北沢育夫、1番手吉田英二。栃木勢が内側で粘っていきます。3レースチャレンジの準決勝、今打賞3番の伊藤春樹がじっくりとペースを握っていくようです。雨が降る中で後ろ番手戦、1番4番福田と小玉での競り合いになっております。ここはべったり流しまして、3番の伊藤春樹まだ踏み込まず、後ろのその様子を見ながらということで前へ前へ行っております。番手戦ですけれども、ラインでは4番の児玉俊文、ただ内側で栃木勢がさばこうとしています。1番の福田拓也、その後ろ5番は佐藤健がおります。最終バックを通過、まだペース上がらず、ずっとマイペースで3番の伊藤春樹が行っていまして、最後方から6番の青山来ましたけれども、さあ番手1番の福田がさばきました。追って5番佐藤健、直線コース3番伊藤春樹が逃げ切ってのゴール、1番下福田拓也が2着。そして1番の岸田が引いて2番手ですが、その番手の並走は続きます。4番渡辺、2番の永井、さあ番手の勝負ですが、踏み込んでいって1番の岸田武史が前に出ていくでしょうか。前々にいる5番の浦山和也も踏んでおりますけれども、残りはあと1周。さあ東京勢がここはいい位置を回っていくようです。さばいた2番永井隆一が番手、3番手で5番の浦山が続いていきます。その後遅れまして4番の渡辺、そして7番は北村、後方では3番の相良と6番の野崎です。最終バックを通過、マイペースの先行は1番の岸田武、岸田が先行、後ろは東京の2人が続いていきますが、2番永井隆一と5番浦山和也、直線コース突き放した1番の岸田先頭で合輪、あとは5番の浦山が2着に入ってきました。そして3番の長橋が追い上げてきました。大阪勢前に変わって打賞です。3番手からになっていますが、5番の高本和也、内から6番の三木翔太追い上げてきました。ちょっと中段がもつれそうな感じなんですが、5番の高本が後ろになっています。高本が最終ホーム発進、
さあその後ろ1番の浦崎がついていけるかどうかですが、前からは4番岡島も踏んでいます。強引にまくり返す5番高本和也、短期になってまくり返すんですが、最終2コーナー通過、4番の岡島が抵抗していますが、それを最終バックでまくり切ってきました。5番の高本和也短期になって後ろ離れました。先頭は5番高本和也先頭ですが、2番手がばらけてきた。4番の岡島や6番の三木翔太直線コース、先頭は5番の高本和也が8連勝強引、あと離れて4番は岡島昇、6番車三木翔太。4番のセリ、2番の中村、6番の柏村、今打掌です。7番の横田正直が前々からペースを握っております。後ろ近畿勢は出ていけないか睨まれていまして、7番の横田の先行です。番手回り3番車山崎輝夫が絶好の番手を回っての残り1周最終周回です。あとは5番の大泉、1番の白石が続いております。一方の後方の近畿勢5番手からですが、4番のセリヒロキがまくっていけるかどうか、まだ体勢1本、ちょっと後方の近畿勢苦しい追走になっている、前で決まっていきそうです。7番の横田正直、番手回り絶好のチャンスは3番車の山崎輝夫、あとは5番の大泉、1番の白石が迫ってきますけども、最後は3番の山崎が抜けて先頭を追い込んで合輪です。3番の山崎輝夫、そして7番の大城義行、今度は近畿中部、大城と福田、113期の同期のコンビが前に変わっていくでしょうか。僕は門馬も抵抗はしています。もがき合う中で打掌4コーナー前で切っていった7番の大城義行です。後ろからは2番田中浩二も来ました。田中のまくり返しです。一気にここは2番田中浩二が出ていくか、7番大城をかわしていって2番田中、番手は5番の小坂俊幸だけが続いて切り替えて、1番車は福田新平3番手です。最終3コーナー通過、さあ今日誕生日2番の田中浩二先頭、追ってくる5番は小坂俊幸、あとは1番の福田新平も迫ってくる直線コース、先頭は2番田中浩二、粘って田中粘りましてバースデー勝利合輪、1番車は福田新平2着、その後5番の小坂俊幸。中部勢はベテラン6番の白井和樹のマークです。今打掌、前々から5番の菅田範義がペースを握っています。地元2番中野亮のマーク、菅が先行していくでしょうか。後ろから3番の小浦凪、その小浦を警戒していますが、小浦も来ました、最終ホーム残りあと1周回、一気に3番の小浦凪が5番の菅を叩いていきまして、最終主導権は中部勢、さあで切っていって小浦と6番の白井和樹、その後ろ静岡勢追ってきました。5番の姿は苦しいか、最終バックを過ぎました。先頭は3番小浦凪、番手ベテラン6番の白井和樹が食い下がって、短期の1番の川上雄一まくってくるが、3番手4番の稲葉和馬回っている、直線越し、最後4番稲葉和馬が捉えていった先頭に変わってゴール、あと接戦、2番手以下どうでしょう。4番の川上慎吾が出て、7番の橋本、1番の矢蓋の追走になります。その後が5番田中大河、現在4番手で打掌、さあ切れ込んできた2番の山口茂が短期で中段に入ってきました。今人気の5番田中大河は後方の位置、5番手からまくり返そうというレース、残り1周切ります。さあ前先行策になった4番の川上慎吾です。さあじっくり後方から5番田中大河ですけども、先に後位から2番山口茂が踏んできています。山口が短期まくっていまして、最終バックを通過、前は2番山口茂がまくり切って先頭、依然5番田中大河後方、田中ちょっと今日も厳しいんでしょうか。前は変わって2番の山口茂、山口先頭、前は関東勢も踏ん張っていますけども、先頭は短期2番山口茂、山口がまくりを決めて先頭でゴール、7番車の橋本範明、1番の薮田孝之です。まもなく打掌です。10レース A 級の準決勝ライン3分線、
6番田原弘明がペースを握っていますが、後ろから1番の伊藤勢が来ました。一気にかますのは大阪勢、1番の伊藤がどんと行きまして、残りはあと1周回。7番の藤野和義のマーク、内側6番の田原もこらえますけども、こらえて前に踏んでいく6番の田原弘明、もがき合っていく。さあ後ろからは関東勢出番でしょうか。1番の伊藤聖輝が交代、前は6番の田原弘明が突っ張り切っている。2番の小笠原翔太が番手、その後1番の伊藤はこらえて3番手、その後ろからは7番の藤野和義が追ってくる。あと3番の大沼亮、直線コース先頭は2番の小笠原翔太が追い込んで、先頭でこの1番車の伊藤聖輝並んできました。森田が4番手まで来て、2番の矢口が下がりました。今中段が北日本勢と変わって、前はライン3車近畿中部勢です。3番鮫島浩二が逃げていくようです。その後4番の森田浩二中段、一方2番矢口圭一郎は後方に変わっています。ライン3波の攻防ですが、前に行って3番鮫島浩二、5番の隅井月、7番の上田純3番手、そして中段から4番森田浩二ですが、まくっていけるかどうか。まだ中段の4番手ですが、最終3コーナー森田がラストスパート迫ってくる。前は粘る3番の鮫島浩二、5番の隅井月、直線越し一気に捉え切るか。先頭は最後5番の隅が追い込んでゴール、2着4番の森田浩二。2番太田が動いてきたんですが、その内側には人気の南関東勢がおります。一旦抑えてペースを握ろうという3番高橋成秀、さあどうでしょうか。1番二頭衆が動けない状態、2番の太田が上がってきました。最終ホーム残りあと1周回で前変わっていくか。2番の太田が先行、7番泉文人が続いて、まくり返すのが南関東勢。1番2頭周来ました。追って5番の海老根啓太、一気にここは最終2コーナーですが、1番の2頭が前に踏んでいく。7番の泉が抵抗あるんですが、まくり切っていくか。1番の2頭周内側では7番泉もこらえている。追って5番車は海老根啓太が後位回ってきました。南関東勢7番泉がこらえますけども、さあ捉えるか。最後は5番の海老根啓太が抜け出してきて先頭でゴール、2着は7番車の泉文人。